男のソーイング続きさせてもらいます。今日はですね、前回切り抜きましたこのオムニグリッドにですね、これを使って、このピースをね、20センチ四方のピースを、切り抜きましたので、これを実際につなげて1枚の布にして、まあ短パン作ろうと思ってるので、これね、でこれまあ2枚分ですね、左右、短パン左右で短パンでね、これを短パンを作っていこうということでございます。それで前回説明したんですけど、ここはね、確かにね、だいたい80センチ幅だったんです。この型紙のここの向こうはね。で、まあ4枚つなげれば80センチになるので、ね。ただ上はね、50センチなんですよ。ここの高さがね。ここからここまでが。なのでね、最初ここ縦3枚、横4枚か。で、3、4、12枚でやろうと思って、計24枚でこれやったけども、ま、横は4枚にするけど、ここの横はね、だけど、縦はね、2枚にして、ここの余り分はね、別にピース、このカットしたやつ使わないで、余った布がほら、ちょっと大きめの横長のであれば、使えるので、これをね、この、こっちが上で、ウエスト部分がこの辺になるんですよ。こっちは裾の方ね。で、別にこっち見えないんですよ。ほら、普通 T シャツとか、まあ、上に着ればここって隠れてるのでね。だから、まあ、ここは、このピース使わないで、で、そのまま、これね、ウエスト部分でこっちの布を使っていこうと思います。それで、まあ、例えば、これ、こういう、例えばほら、今日もワンパッチ、これもワンパッチだけど、これはもう柄、デザイン優先で、最初にデザインがあって、それに合わせて布を買ってきたんでね、ちゃんと計算して布は買ってきてはいるんだけど、これは、なんせ余り布なので、ピンクがちょっと多いんだけどね、デザイン重視じゃなく、とにかく余った布をね、もったいないから活用していこうっていう感じの、で作っていきたいと思う。
無事完成いたしました。見てください、このピンク、ピンクですよこれ。すごいね、これね。赤、なんだろうね、このわけのわからなさ。意外とまあピースがね大きかったんで、まあなんとかできましたんでね、まあいいかと、これはこれで履こうと。いやー、余った布ですよやっぱりね。すごい。でもまあ意外とこう楽しいですね。本当はもうちょっとね、10センチぐらいのワンパッチだともっとこうあれかもしれない。結局ここの股のところって結局切っちゃったりして長細くできちゃったりするんでね。でもまあこんな感じですよ。いや、このテカリはすごいな。これね、綿じゃないの多分。このピンクね、ポリエステルだと思うの。だから綿で固めればもっと落ち着いた感じになったかもしれないけどね。でもこの おかしさがいい感じもするんですよね。てなとこでございます。難しいことはあるのかな、なんだろう。ただつなげて丁寧にやっていくだけですよね。まあ裏側はちなみに見ますか、裏側。まあこんな感じでね。今回ね、そうだ、短パンいつもね、ほらこの間切りっぱなしで OK っていう、その短パン作り、この猫ちゃん、赤の猫ちゃん柄で作った短パンのコーナーがあって、あそこで使ってる型紙とはねやっぱ違うので、また下がね若干浅く短くなってるんだけど、これは完璧、そのほらこの間型紙の作り方ってやったでしょ、短パンのね、お気に入りの短パンから型紙を取ったってコーナーがねあったけど、そこで使った型紙これ使ってます。でもまあこんな感じでございました。今日もね、最後まで動画の方をご覧いただきましてありがとうございました。気に入っていただけた方はチャンネル登録をぜひよろしくお願いいたします。それではまた次回お会いする日まで皆様お元気でお過ごしくださいませ。男のソーイング鈴木パセリでございました。さよなら、さよなら、ありがとうございます。